野球で投手が投球動作に入ってから捕手のミットにボールが届きそこから二塁に送球されるまで平均3.2秒ほどかかるというプロでも瞬速で通る選手が一塁をスタートしてから二塁に到達する時間も約3.2秒理論上は投塁が成功する確率は 足の速い選手でさえ5割。普通はアウトになる可能性の方が高い。ではどうやって成功させるか入団1年目から5年連続で盗塁王に輝いた元阪神の赤星憲博さんは次長、頭脳の盗塁術」「高裁堂出版で」で盗塁は頭で走るものと力説する。 投手だけでなく捕手や内野手の癖まで研究し配球などデータを踏まえて機会を伺う心理戦の側面も強く赤星さんは相手投手にリードが小さいと錯覚させる動きも駆使していたそうだその上で最も重要なのは走る勇気。果敢な姿勢がなければなし得ぬプレーだ 阪神のルーキー中野拓夢選手、日大山形校出身が規定打者に達し、打撃実決に名を連ねた。投類数でもトップ争いを繰り広げる。走るための洞察力が打撃にも役立つという赤星理論に従うなら、現状は理想的な好循環だろう。このままの調子で、 シーズンを駆け抜けてほしい。